第16期 A1 リーグ第9節 B タク対局の開始です。いや、リャンブルの筋切るぐらいだったらただチーピンとかチュンになりそうだけど、うーん、大いにチュンでロンって言われた。あー、3枚になっちゃった。やっぱ大いに打つ方や嫌がったって感じですか。さあ、ここはリーチ、裏が1枚乗りましたね。この裏位置がでかいんだよね。でかいですね。さあ、ここは阿部から5200を上がったのは筒井です。いや、大井もね、結構ね、勝負手だったので。そうだね。はい、枚数的にはやめることはないと思う。ああ、しかしここは3層持ってきた側、チュン本一ドラ2000、4000、大きな上がりを決めました。これ大きいね。まあ、白じゃなんだろうね。何ですか、ここは地獄探検、当たってしまうんです。小川チュン本一3900。さあ、トップ目からの直撃。小川嬉しいね。嬉しいですよ、仮のなんでしたもんね。小前小川降りた。なんかさすがにツモハツドラさん決めてった。阿部2000、4000の上がりです。これ大きい、これは大きい。あの、多分2着にはまだなってないんだけど、はい、3万点超えたから、そこ、ね、あとオーラスでなんとかしようと。トップ狙いんじゃない。うん、さあ、いや、パーワン切らないな。でも自分テンパってるからね。でも G1 って、あの、 G1 切るか。いそいそ、あ、いった、いった。ここは小川の上がりです。タイヤをドラドラ。地層の地層だ。うわ、いやー、これは出来がいいね。ですね、うん。さあ、小川、ここはダブトン本一12000は12900。マンズベタ切りして最後パーピッチです。うわ、最後のスピッツ。積もる？ひどいね。すごいわ。小川が止まりません。ダブトンドラドラ4000は4500オール。すごいね。あらあらあら。これ最多の記録とか行っちゃうかもしれないですね。松ヶ瀬の越しちゃう。更新しちゃう勢い。土間も3枚。ああ。パーピンはちょっと行きやすいんだよね。ドラルーピンとすると。さあ、裏は乗ったの？乗った。乗った。うわ。ね、いやー、ここは多い。これ何本バラ？リーチ、ピンフ、ドライチ。5本バラ？6です。18マジ。5800は18の7600でけ。76万なんですよ。76でっか。あ、でもポンス待って、指打ち。いやー、多い、一つうなずいて、こちらは電ボ払っていきます。メンホンチートイドラドラ12000点の上がりは、多い、阿部が多いから打ち取った形となりますよね。あー、またしてもリーチかけた直後に裏ドラが大きいよ。2枚のこと倍マドラドラ、まあまあ、はい、ハネマンで十分でしょう。十分ですよ。さあ、ここは3000、6000を決めてったのは筒井です。しっかりとリーチに行ってツモ上がりを決めました。2だ、もう逆風の多い。きつい。きついね。高め積もって裏ドラ乗せたよね。何を積もった？山の高めだ。お、裏ドラの乗らずか。いや、でもいい、でもいい。そうですね。4000オール。親か。親です。下からね。そうですね。うわあ、ラ。ここはトイトイですね。三ランコ。あ、そっか、積もり三個。どっち積もってもさ。すごい。2000、4000の上がりを決めたのは小川。5800をすぐに取り返す上がりです。2000、4000、2100、4100。乗れてるってこういうことなんだね。これ大丈夫か。ウーピンか初か9ピン。あ、9ピンだ。さあ、ここは大江の補充となります。リーチドラさん。8000点の補充となってしまったのは筒井です。大江、でも久々にちょっと上がりましたね。うん。あ、現物。大江の現物と。うわー、ここは多い。狙い定めた3ピン一発。あ、ブラ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 、嘘でしょ。3ピン、うわー、ついきちゃったよ。多い。これラス落ちしたでしょ。つい。しましたね、うん、いや、見事な上がりです。阿部がこれで3着落ちか。アローマン、アローマン、これは筒井に当たります。あの、筒井の川が優秀だった。うわ、早かったですね、うん、さあ、ここは筒井リーチ一一発、ピンフ一通、裏はなかったですね。なかったけど、これは、いや、阿部激痛、激痛ですね、
羽マックス跳ね回るわけでしょ。さすがに切らないよね。ああ、さっきにやっぱ出ちゃうか。さあ、ここは阿部の本術となります。チュン、トン、本一。おいが阿部の8000点の宝珠となります。そうですね、ポンチャス、あ、いたー、繋がってた。最後の1枚のドラリーチ、いつもドラドラ、おい、ここで2000、4000の上がり決めてきました。これ阿部と筒井はラッキーよ。親かぶりですね。小川との点差2000点縮まってます。はい、あとはもう自分たちが加点するだけなんで、これはラッキーですよ。いやー、数ペンプリッとしてるな。さすがに嘘をごっそりました。リーチ、ピンフツも裏側、あ、いた、あ、1枚乗せてきました。2600は2700オール。つつい2局連続で勝負手かわされちゃったね。本当ですね。結構きついかもしんない。マンガンとハネマン級の手がね、かわされてしまうとちょっと感触良くないですね。点ではありますね。あー、ここは高めの裏ドラ乗ったらつついは相当厳しい。乗っていく。ここはリーチ、タンヤオ、ピンフツもドラ1、2400の上がりを。最終戦これで大井が取ってみてた。どうぞ。いやー、どうなる。小川の頭の中はどうなっている。あー、そこはね、はい、大井のトップ。はい、ここは大井の一人転敗で流局となりました。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。